なぜ我々まで一緒にトイレに？もしかして夜にトイレ行くのが怖いとか？妖怪なのに。ストーリーのロックが外れた。誰か、あれ、なんか声がしない？誰かが叫んでるみたいな。そうですか？高温ののどかな田舎で叫び声なんて。誰か助けて。聞こえましたね。やっぱり裏山の方からよ。アイラちゃん行ってみましょう。うん。漏れそうなのがっぱを置いていくのか。すっきりしてる。よく考えたらこの辺りって川なんすから気にする必要なかったっす。そういうこと？気にしろ。特に上流したら下流に。なんすかその目。こっちってことよね。裏山、木内山、 あそこにもキュッピーあるね。なんかここにもキュッピーがある。回復しておこう。どうやって行くんやろ。どうやって行くの。あ、これで登れる。正面岩。マップで見るとどこからどう上がっていけるんかが待って。うお、もうなんか落ちた。そういう感じ。落ちるんや。やめてよー。漏れ像だらけなんやけど、マジで。こんなところ山登り中に漏れ像がおるとかめっちゃ嫌やん。登り始めたら追いかけてこんのやね。何君、誰？漏れ像じゃなかった。ガキか。カリパックンと誰か仲間になるかな。どっちも友達になってないけんね。なったらいいな。ジミーの一発。よし。いけー。炸裂肉球。よし。あんま強くない感じ。クリームパンゲット。お、ガキが来た。倒したガキが近づいてきた。け、負けたのは本気出してねえからだ。でもまあ友達になってもいいぜ。ガキと友達になりますか。まあなってやろうじゃないか。ガキ。よしよし。雲海峡、ちょっと待ってね。雲海峡の向こう側から聞こえてきたんか、雲海峡が助けを求めているのか。でも雲海峡自体がしんどそうやね。おお、気づいてもらえるとは。やっぱ雲海峡が助けを求めてるのね。ペローン、私は雲海峡。雲海峡、雲海峡ありました。由緒正しい古い鏡に霊魂が宿り、妖怪になった姿だそうです。そして鏡の中の空間をつなぐことでどこへでも行ける能力があるそうです。あ、これで雲海峡が使えるようになるってことなんや。助けたら。ウィスパー、もう普通に説明を読んじゃってる。雲海峡どうしたの？何か困ってるみたいだけど。この山の頂上まで登ってきたのですが、私実は方向音痴でして。雲海峡動くんやね。まあ、そっか、生きとるもんね。道に迷って散々歩き回った挙句、一歩も歩けなくなってしまいました。おやおや、それはお気の毒ですね。それだったら私たちが下まで運んであげる。すみません、お手数をおかけします。山のふもとまでで結構ですので。重そうだな。めっちゃグデーンってなっとる。あ、勝手に下ろしてくれるんや。大丈夫、雲海峡。ありがとうございました。おかげさまで本当に助かりました。でも、どうして雲海峡は山の頂上まで登ったの？美しい景色を眺めていました。ここの頂上からの景色は人気があって、おすすめビュースポット1位と、妖怪ぶらりウォーカーに載っていたんです。では、アイナ様、お手を拝借してもよろしいでしょうか。はい。
なになに？あ、友達になるの？やった運が愛嬌。友達になるんや。お、あと2つじゃないんか。あ、でもあれ、輝いてるやつと輝いてないやつがあるのは何？今回のお礼と言ってはなんですが、遠出する際は私をご利用ください。アイナ様が行きたい場所に連れて行って差し上げます。あだっす。運外鏡を使ってワープができるようになりました。大事。運外鏡でひとっ飛び。運外鏡の力を使えばいろいろな場所にワープができます。ワープができるようになるには各地にいる運外鏡に話しかける必要があります。あ、そっか、目覚めさせんといかんのか。運外鏡をたくさん見つけて行動範囲を広げていきましょう。了解です。便利な能力ですね。どんどん活用していきましょう。うん、運外鏡、これからよろしくね。ええ、こちらこそ。アイナちゃん、俺っちも頂上まで行ってみたいにゃん。おお、それはぜひぜひ。とっても気持ちよくておすすめですよ。え、あんな状態になっとったのにおすすめしてくんなよ。それはいい案ですね。行ってみましょう。みんな行きたいんや、頂上に。木内山の頂上へ行ってみよう。ペローン、鏡の世界に連れて行って差し上げます。今ワープできるとこってどっかあるの？おばあちゃんの家。へえ、おばあちゃん家。いつでもこれですぐ帰れるわけやね。助かる。ぶつかったんか。避けたと思ったのに。さあ戦おうじゃないか。イエイ、勝利。なんかクリームパンめっちゃ落としていくね。カワセミ渓谷。この辺あれかな。あ、そっか、カワセミ。なんか鳥系の妖怪が。全然違うな。誰だ君は。カワセミっていうけん。まあ、でもカワセミっぽい妖怪とかおらんかったか。あ、そっか、でも一応あれよね。マップ上にちゃんと妖怪の姿は映っとるけん。避けようと思えば。え、山頂、早。今なんか。癒しの天使ちゃん。上から降りるのは簡単やのに、下からは上がれんのよね。到着。はあ、気持ちいい。運外鏡の言った通りね。うん、どうし、うわ、雨。まあ、山の天気は変わりやすいって言うけんね。え、雨？山の天気は変わりやすいですから。そう、それそれにしても弱りましたね。どこか雨宿りできる場所に。山の天気は変わりやすいって言うけど、なんでなんやろ。いまいち私理屈は分かってないんやけど。その言葉しか。にゃー、ゆのちゃん待つにゃん。わーい、千葉にゃん、こっちこっち。何やってんの。ちょっと濡れちゃいますよ。なんだなんだ。カラカラカラ。元気なのはいいが、そんなんじゃ風邪ひくぞい。消えた。え、ありがとう。雨はじいてくれてる。なんか妖怪に取りつかれたせいで頭おかしくなったんかと思ったけど、普通に楽しんどったんや。あれ、ここだけ雨が降ってこない。どうして。これはかなり近くに妖怪がいます。妖怪ウォッチで探してみてください。いいな。めっちゃいいやんね、これ。その状態やったら雨の日でもすごいスイスイと自転車とかに乗れそう。カッパも着る必要ないし、動かないのね。これで古典妖怪たちが見つけられるようになるんやないん。絶対あいつら見つけるためのやつやって。座敷わらしとかカッパとか。妖怪を見つけた。
どうも。あれ、どうやって話しかけれた。カラカラカラ、雨に構わず遊ぶ子久しぶりに見たわい。嬉しいな。傘の妖怪？あなたはとか言って本当に知ってるの？どうせウィスパーのことだから。何バカなこと言ってるんですか。知らないんですか、このお方を。いにしえより名の知れたメジャー妖怪、まさに傘の中の傘と言われる。傘の中の傘ってなんだ。あのカラカサお化けさんですよ。え、そんなに有名な妖怪なの？まあまあまあ、当たり前ですとも。人間で言えばあのニャー系 B くらいの大スターなんですから。そんなに？いやー、まさか実際にお会いできるとは。大変光栄でウィス。カラカラカラ、そんな風に言われると照れるわい。ねえカラカサお化け、一緒に遊びましょう。お、嬉しいことを言ってくれるの。実は我が輩も最初からそのつもり。お、雨が止んだ。あ、雨止んじゃった。カラカラカラ。カラカサお化け、どうかしたの？すまん、やっぱり帰るわい。あ、ちょっと待ってください、せめてサインだけでも。雨が止んだら逆に元気がなくなるんや。そんな、せっかくお会いできたのに。どうしたんだろう。まあ雨が止んだからじゃないかな。お、暗くなるぞ。おや、もう夕方ですか。それでは我々も帰りましょうか。そろそろおばあ様のご馳走もできている頃でしょうし。うん。てかせっかくおばあちゃん家に遊びに来てさ、こんなにも孫が家におらんことある？ワープしまーす。おばあちゃんの家。ただいまー。あ、待って、先に回復しとこう。帰ってきたよ。あら、おかえり。どうだい、楽しかったかい？うん、それよかった。さあ夜ご飯にしようか。ごちそう楽しみ。何夜ご飯？え、何急な急なリズムゲーム来たんやけど、どういう状態？よく噛んで食べた方がいいですね。え、今のできんかったのか。よく噛んで食べた方がいいですね。山菜の天ぷらめっちゃ美味しそうなんやけど。オレっちも欲しいにゃ。あ、え、てかちゃ、もしかしてちゃんと減っていきよる。いい匂いにゃ。いい食べっぷり。めっちゃご飯食べるやん。美味しい。じゃ、なんか減っていきよることに集中できんのやけど。私に。無理になってきた。お、いいですね。今のはもう確実に減ったことが分かったよ。おお、ちゃんと減りよったね。なんか、あ、8回ちょっと無理やったけど。ボーナス獲得。お、梅おにぎり2個。今ご飯食べたのにさらに。いいな天ぷら。もうお風呂も入れてあるよ。早く入ってさっぱりしちゃいなさいな。ありがとう。至れり尽くせりだ。はー、気持ちいい。やっぱりお風呂って最高よね。え、もしかしてそれでお湯加減を調整してくれてるの？にゃー、ここをもう少しひねってと。あれ、ジバニャンまだ髪を洗ってるの？ジバニャンの髪とは。アイナちゃん見るにゃん。ほら、ウィスパーの真似。あー、似てる。ちょっとジバニャン、シャンプーで遊ばないでください。それに私の頭はもっとスタイリッシュな形をしてます。何それ。あらあら、楽しそうだこと。怖くない？独り言。孫があんなに独り言言ったらめっちゃ心配になるというか、不気味なんやけど。布団とかかけんのや。何かが現れそうな予感。
なになに？あ、漏れそう？ちょっと、あいなちゃん、起きるにゃん。ジバニャン、お願い、あと5分寝かせて。なんでボケてるにゃん。なんだよ。はあ、あいなちゃん、ジバニャンがトイレに行きたいそうです。行ってきなよ。トイレ？ああ、それなら外よ。やだな、外のトイレ。外？なんでトイレが外にあるにゃん。ま、田舎ですからね。外でもいいから早く俺っちをトイレまで案内するにゃん。てか、やっぱ妖怪たちもトイレに行くんだ。さもないと、もう俺っち、このままここで。緊急事態です。一刻も早くトイレへ向かいましょう。ここでされたら、ふみちゃんが、おもらしをしたかのような感じになってしまう。あ、昔おばあちゃん家にこういう感じのあったんよ、なんか。なんか食べかけの食べ物の上にさ、なんて言うんやっけ、これ。かや？かやであっとる？かやって人間が入るやつ？わからんけど、なんかこういうのかぶせるやつ。なんかめっちゃ懐かしいな。今はおばあちゃん家でもそんなことしてないけど。家の裏手にあるのか。どれ？これ？ジバニャン、こっちこっち。ああ、もう限界だにゃ。漏れる、漏れる。早く行けよ。いいにゃ。俺っちがトイレ終わるまで、そこで待ってるにゃ。約束にゃんよ。なぜ我々まで一緒にトイレに？もしかして夜にトイレ行くのが怖いとか。妖怪なのに。そんなわけないにゃ。俺っち妖怪にゃんよ。そもそも妖怪ってトイレに行くの？それなんよ。ああ、私ここで待ってるから。絶対にそこで待ってるにゃん。絶対にゃんよ。早くしろ。誰か、助けて。ウィスパー、今の聞いた？ええ、この先から聞こえてきましたが。何？また運外鏡？とにかく行って確かめてみましょう。めっちゃ置いていく、ジバニャン。かわいそう、落ち込んだ。ここで待っとくって約束したにゃん。置いてくなんてひどいにゃん。おいで。めっちゃダッシュする。家の前、なんかめっちゃ妖怪集まってない？怒ってる。どうしたどうした。私には無理よ。もう帰らせて。あんたは傷を治す妖怪でしょうが。だったら早くわらわのお肌をプリプリに若返らなさいよ。え？お肌プリプリに若返らせなさいよ。お肌がシワシワになるのは怪我ではない。そんなの理不尽よ。だって年を取るのは傷じゃないし。お黙り。あんたそれじゃ売れないわよ。なんなんだ、売れないもち。あ、取り巻きこいつらは。そうだもち。傷なめこがめちゃくちゃ責められている。口で言ってわからないやつにはきつい押しを聞く必要みたいだね。ひぃ、誰か助けて。とりあえずやってあげたらいいんじゃない。舐めるんよね。顔舐めてやればいいやん。お待ちなさい。なんだいあんたは。通りすがりの妖怪筋ですよ、マドマーゼル。よそ者は引っ込んでなさい。さもないと痛い目を見るわよ。弱い者いじめは絶対に許せません。懲らしめてやる。私のご主人が申しております。ウィス。え、私？あら、言ってくれるじゃないの。やれるもんならやってごらん。はあ、現れたよ。ウィズビーみたいなのを引き連れて。謎でい。こいつらは仲間になるんかな。そこはないんかな。ジビーの一発。そしていけいけ。ちょっと列に復旧。勝利。へっ、あっという間だったな。
お、習得空手講座や。ふん、次はこうはいかなくてよ。覚えてなさい。むき。大丈夫かい、絆めこ。大丈夫だった？怪我とかない？私は絆めこ、助けてくれてありがとう。でもあの妖怪たち、どうして絆めこにあんなことを？仕方ないよ、私は本家で、あっちは元祖だから。お？元祖と本家の妖怪たち？いがみ合ってんすか。元祖？本家？あ、ごめん、人間には関係ないよね。とにかくおかげで助かったわ。ペロキュン、これは助けてくれたお礼よ。メダルか？お、いいね、キズナメコの友達になった。ってことは回復系の妖怪ってことよね。ひもじいと入れ替えようかな。やっぱ可愛い方がいいやん。私パーティー組むときどんなゲームでも絶対可愛い子たち優先やけんさ、強さより。傷ついたときはいつでも呼んでね。可愛い、ありがとう。ウィスパー、キズナメコが言っていた元祖と本家って何のこと？ってことはこの辺も、まあ私がやるのは真打ちやけんあれやけど、ストーリーが違うってことかな。それはあれですよ、元祖と本家というのだし、いうのはですね、おまんじゅうのどくれ屋に元祖と本家の2つがあるように、妖怪の間でも同じことがあって、なんか争ってるみたいですね。ええ、あ、ちなみに私が好きなおまんじゅうはですね、すー立ったままって寝てるし、だって眠いんだもん。まあまだ深夜ですからね。では帰ってもう一眠りしましょうか。うん、おばあちゃんの家に戻って寝よう。田舎の朝は早そうやけんね、さっさと寝ておかないと。ここおばあちゃんのとこやった。隣、一休みしようかな。寝ましょう。おやすみ。ジバニは足元で寝ようんや。へえ、なに？ん？おばあちゃん？何かあったみたいです。おばあ様のところへ急ぎましょう。一日乗車券の有効期限が切れてしまった。電車に乗るときは乗車券を買い直そう。あ、きっちりしてるね、そういうとこ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、おばあちゃんの家での生活2日目。てか普通に泊まりの感じやったんやっけ？何泊するの？全然知らずにやってきとるけど。